せーの、ただらきチャンネル。驚き、ただらき、おはらき、正規アイドルただらきちゃんです。よろしくお願いします。と、今日は私のナイトルーティーンをお見せしていきたいと思います。今お風呂に入ってきました。帰ってきてからの流れとしては、動画の撮影をして、動画の編集をして、上げ終わった後にお風呂っていう形にしています。お風呂入ってから動画編集っていう流れにするとアップの時間も遅くなっちゃうし、なんか区切りがつかないので、こんな感じで、おーほほほほ、昆布。まあ大体お風呂入る前に洗濯機回して、今洗濯機回してる間になんか身支度。よし、じゃあスキンケアを先にしていきたいと思います。前はね、頭にタオル巻いて前髪ガン上げでやってたんですけど、よっこらしょ。雑菌が湧きますよってコメントで教えていただいたので、それを見てからやめました。ちなみにパジャマはドンキで買ったの上に、今日はちょっと動画撮るのでつけまつげがついた上着。なんでこれ今日は上羽織ってるかっていうと、ブラジャーを本当にすぐに外す人なんです私は。だからこれ羽織らないで出ちゃうと、テニスのフランボワーズ、なんだっけあの人、なんだっけ、フランボワーズ、え、なんだっけ、ちょっと名前が出てこなかったんですけど、あのテニスの人みたいにこう黒豆が2つ。私今までは結構 T シャツに下ジャージとかダルギーみたいな感じだったんですけど、ガチパジャマにしたらめちゃめちゃ楽で、なんかベッドに入った時に寝てますっていう感じになるのが、それに惚れてからはガチパジャマ、あとは着ぐるみとか、やっぱ寝るなら寝るっていう服装でちゃんと統一した方がいい睡眠を取れるんじゃないかなっていう風に思いました。化粧水と乳液は無印のやつ使ってます。で、今日時間あるなっていう日は体を保湿します。正直毎日はやってないです。もう今日は3時間しか寝れないわどう見積もってもっていう日とかはやってないです。寝るか保湿かって言われたら寝る方を選びたいんで、この時に足のマッサージとかをこうやってグリグリってしてあげたりとかして、でも足のマッサージは結構高頻度でやってるかもしれないです。全身の保湿できない時とかでも携帯いじりながらグリグリってやったりとか、足のマッサージどんなのやってますかって結構ご質問いただくので今度動画にしたいと思います。あと私がマジで今ハマってるものがこれ、ベビーワセリン、結構いい、すごいベトベトになる。私鼻が本当に乾燥するので、もう塗り込んであげて、あと鼻下、肘と膝と、このまぶたのとことかね、ちょっと優しく塗ってあげると、目元は本当に乾燥すると老化につながるので、あー、いやマジでこう引き上げてね。そしたら髪の毛を乾かします。髪の毛は今はモロッカンオイルを使ってます。これを毛先を中心につけて、残ったやつを全体に。モロッカンオイルの匂いすごく好きなので、結構好みは分かれるかもしれないんですけど、髪の毛もサラサラになる気がします。はい、じゃあ乾かしていきます。はい、そんでこの顔の保湿したベトベトが結構嫌なので、前に動画で紹介したこのすっぴんパウダーをつけます。これをね、寝る前につけて、寝ると顔にゴミとかつきにくいのでいいですね。寝るとき顔にゴミがつくのってマジで良くないらしい。そしたらお耳の掃除をします。あとは特に決まりにはしてないんですけど、こういうビタミン系のサプリをいつもテーブルに置いてるので、これを一粒飲みます。今日は新しくこれね、切れて買ってきたので、開封効きそうな色をしてるので気休めで飲んでます。で、この後は自由タイム、自由タイムっていう、フリータイム、フリータイムっていうとなんか満喫だな。大体は YouTube を見たり、ツイキャスを見たり、 Hulu を見たり、あとは本を読んだりとかしてます。コンビニとかで売ってる自己啓発本をついつい買ってしまう癖があって、最近はこれを買ってしまいました。借金をすることは決して悪いことではないって書いてある。自己啓発本の面白いところは、すごく共感できる人もいれば考えが全く違う人もいるところ。きなちゃんとイチャイチャするのもこの時間です。
それで洗濯が終わって洗濯物を浴室に干して乾燥機をかけたら私の一日は終わりになります。というわけで今日は全くおしゃれではないナイトルーティーンの動画でした。洗濯機の音が終始うるさくてごめんなさい。今日の動画もご覧いただきまして誠にありがとうございました。また明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。